様こんにちは、なりわでございます。本日は、ダイソーさんに今ね、それと、ニトリさんに出かけてきました。この背景をね、ちょっとクリスマスバージョンに変えたいと思いまして、飾り付けはもうやっちゃいましょうかね。ちょっと早いかしら。まあね、短い期間なのでね、早めでもいいかなと思いますね。では早速まずね、こちらダイソーさんで買ってきたものをね紹介しながら、後でこちらの後ろをね、飾り付けていきたいと思います。まずこれね、一目見た時にあ、かわいいと思って、サンタさんこれ指人形かな、もしかして指人形ですね、指人形。いやー、みんな、みんな、うちに、なりわのうちに来たぞ、いやほいって感じで、はい、連れて帰っちゃいました。あ、これと、これをね、どんな風に、使おうかと、今、飾ろうか、今みたいにして遊ぼうか、ね、まあまあどちらでもいいでしょ、かわいいでしょ。こちらと、それから、ちょっと仮にちょっとここにね印刷して、もらいましょうかね、はい。それからこれかわいいでしょ、これおいしそうでかわいいでしょ。ね、サンタさんは300円、こちらは1ケース100円でございましたね。オーナメントですね、オーナメントを2つ買ってきました。はい、こちらとこちら、これはこれでなんかいいですよ、金ピカしててね、なんか金運が良さそうじゃないですか。こちら両方とも100円でしたね。これらを使って、この後ろをね、なんとかねクリスマスらしくやりたいと思っております。それともう一個ちょっとね、私赤いリップを使ったことがないので、見ていてちょっと綺麗になったんで、買ってきました。これなんていう色だったかな、ローズだったような気がしますね。ちょっと手に、今口にはね、リップには今ちょっと塗りませんけれど、どこから開けるべし？よいしょ。はい。これ本当どっから開けるの、皆さん、これ多分ね、ここのプラスチックをね開けると思うんですけど、開かないよ。あ、いけるかな、ここかな、いいよ。もうね、今ね、今日ダイソーさんに行きましたらば、クリスマス飾りを今まさにね、一生懸命お店の方が出していらっしゃる最中でございました。あ、でちょうどいいなと思ったのでね、購入してきたんですが、まずこの赤リップ、ローズというお色ですね。こんなお色、すごい赤い。私こういう色をつけたことがないのでね、うわこれね、クリスマスの日にちょっとね、つけてみようかなって思っております。クリスマスメイクをね、ちょこっとしようかなと思って購入してきました。それはその日までのお楽しみにということですね。ダイソー、あ、100円ですね。ダイソーさんでは以上でございます。サンタさんだけが300円で、あとは全部100円で、1,2,3,4 点、あ、そうね、3,4,5,6、そうですね、4点買ってきて全部で660円でございました。あ、ではちょっと拭いてはい、それであとニトリさんでね、このいつも使ってるここの後ろのね、私の背景のこのクッションですね、これをねちょっとなんとかしたいと思いまして、クッションを購入してきました。ちょっとお待ちくださいね、バタバタしておりますけれど、はい、ニトリさんでですね、面白いですね。このなんだろう、わざわざ貼り付けてね、持ちやすいようにしてくださいました。はい、だけどこうやって出せるのねはニトリさんの紹介をしたいと思います。まずクッション、
クッションちょっとね、こちらにクリスマスでもありますし、お正月もこれ良さげですよね、こちらにちょっとね変更したいと思いますね、そしてもう一個、クッションカバーをね、四角い方ですね、こちらいつもね、これから先ちょっと寒そうじゃないですか、なので、こういった感じのクッションカバーをね、購入してきました。こちらのお値段はおいくらだったかな、まずどちらも925円、クッションカバーオールウェイズ、これのことですね、クッションカバーオールウェイズ、こちらが925円。そしてこちらクッションがついてるんですが、クッションカバーではないんですけど、こちらは、なんだろう、ちょっとお待ちください、ちっちゃくて見えませんあれ、拡大教育、はいはい、ブレックファーストピロエンドリーフということでいい、クッションピロってなってますけど、私はこれね、枕として使うにはちょっとあれなので、クッションにしてね、後ろクッションにして使いたいと思いますね。こちらも925円でございました。これ取り外しが効きますので、まあね、飽きたらまた違ったカバーを買ってきてね、掛け替えてもいいです。付け替えてもいいですよね。では、この後ね、この後ろちょっとクリスマスバージョンにね、模様替えをしたいと思います。
ち？それともこっち？こっちかな？こちらが、よいしょ。テープが、よいしょ。縦になるんですね。いやー、軽い。なんでできてるんでしょうね。軽い。ガラスではなさそうですね。なんだろう、プラスチックかな。なんでしょうね。これは、しまうとき。いい音にカラカラと、軽いから助かりますね。映ってるかな？大丈夫かな？ちょっと低い？こんな感じかな。で、ピンクと赤。どうしよう、ここにピンクがあるからこの辺かな、でここでここかな、うん、OK、これをここら辺にしようかな。で、サンタさんを、サンタさんを、そうね、ここをツリーに見立てて、ここかな、ここかな、あ、このお日様、まあ、お日様、うん、じゃあこういうキッチンかな、ここにグリーンがあるので、あ、でもいいかな、こんな感じでも。よいしょ。
てもよかったかな。まあまあまあ、どうしよう、どうしようかな。この辺にしようかな。こちらにも欲しい、ね、ここら辺に、ここら辺にしようかな。これはちょっとテープはさすがに無理なんで、ホチキステープ、この辺かな、この辺かな、ここかな、どうしよう、ここがいいかな。どうしよう。ここでもいいかな。ここにしよっかな。ここに。やっぱりテープです。このサンタさんどうしようか。これどっかな、こっち。どうしようかな、こっち。どうしようかな。いただこうかな。あ、こんな感じでいいかな。サンタさん、ね、これでクリスマスらしくなった感じ。お掃除するとき大変。はい、こんな感じに出来上がりました。いかがでしょうか。まあね、全部で660円。そう、カバーとかのけて、この壁だけで660円で、なんとなくクリスマスっぽい雰囲気に、なりましたね。ばらけすぎかな、もうちょっと固めておいた方がいいのかな、どうなんでしょう。また後でやり直すかもしれない。ということで、ダイソーさんとそしてニトリさんに行ってきて、ちょっとクリスマスバージョンにこの辺りをね、模様替えをしてみました。ということで、皆様方いつもナリワの動画を視聴していただきましてありがとうございます。またお目にかかりましょう。ナリワでございました。では。